で今は私たちが反撃する番です。弱点を狙って攻撃しないとこのデカブツをどうすることもできないよ。大丈夫です。承知した。これだけか。一網打尽にするつもりのようね。急いでこれらの水晶を乗り越えて別の台に移動しましょう。気をつけて。え、何？隊長の信号が消えた。
投げるつもりなん？残念だけどそうだと思うよ。相手の指を攻撃して投げてくる前に何とかしないと。やっとご尊顔を拝めるんだな。今やぶん殴るで。0019パワー全開。なのかもしれない。やってみる価値がありそうやな。私の指示に従ってください。承知した。わかった。先輩だ。ルケニ、はよ先輩や隊長たち、ディミドを返すんや。ついでにライルも。先輩、ほんまにちゃうちゃう。あのところで、ここはどこなん？そうやな。行こう、先輩。了解。この道は前にも歩いたような。あなたたち、またあなたたちに心配をかけてしまったわね。隊長、そう言わんといてよ。うち、あ、ブローニャ隊長もおる。ブローニャちゃん、起きて。メイ、姉様。ブローニャちゃんにそう呼ばれたのは久しぶりね。メイ姉さん、それとあなたたち、無事で何よりです。で、状況の整理は後に。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。ライルさん、隊長たちですよ。ああ、親友とキャロルもいる。どうやらみんな無事だったんだね。私たちはルケニの攻撃を受けた後、この空間に吸い寄せられたみたいです。ここは私たちがいる部屋以外ほとんど何もない。あるのは一つだけ。一周してみたけど特に出口はないし、こんなに怪しいものがあるし。ゲームやったらこの装置を壊せば出口が現れるっちゅう展開やな。できやしないよ。あ、誰だ。やあ、また会ったね。虚空板書、生きていたのですか。それはいい質問だね。ルケニのせいで僕の体が消えてしまったのは事実だ。ひどいだろう。これは彼が僕に残した唯一のプレゼントだ。しかしこの意識はまだ消えていない。天井の人でも
僕の図書館から僕を引き剥がすことはできないようだ。さて質問だが、人間の基準で考えた場合、意識しか残っていない。そういう哲学的な問題を話すために来たわけじゃないのよ、虚空板書。あなたが生きてるならきっとここから出たいはずよ。できないと言っただろう。ここはルケニが僕たちのような異物を閉じ込めるために星の扉の技術を使ってこう出入り口を開く権限はルケニの手にある。あなたが話した星の扉というものはセントフォンテーヌに現れた異なる空間を接続する通路のことですか？その通りだ。君たちは何度も体験しただろう。星の扉が開く、天井の人はもうすぐ降臨するってすぐにわかるさ。これ以上の情報は教えてくれないみたいですね。ではルケニがあなたのために用意した温かいおう、どうぞご自由に。君たちがルケニの身体を壊せるとは思う。ルケニの身体。そうだ、これは正真正銘天井の人の体の破片で、純粋なエネルギーの集合体。彼の皮膚、血液、筋肉、そえ、何を言うてんの。さっきのデカブツがヤツの体やろ。あれはおそらく彼の本体ではない。本体ではない。隊長、どういう意味なの。さっき私たちと戦ったあの体の材質は目の前にあるこの物体。金属と岩石、どちらも私たちの世界でよく見かける物質でした。ですが先ほどの巨大な体はおそらく天井の人ルケニがこの星で新たに作った鎧。捕鯨砲のことを覚えてますか？あれはフォースワンの港にあるはずのものでした。そしてフォースワンエリアの沈下と水没はなぜだと思います？まさか。私の推測ですが、ルケには正門を使ってフォースワンの地下にある物質を抜き取り。なるほど、そうなるとアテンマ城の材料の源も説明がつく。だから彼は見えない正門でフォースワンエリアを丸ブローニャ在地区、断りの律者の力を失ってもなお君は物事の本質を見極められるようだ。敬意を表するよ。しかし今さら真相はもう変えられない。悪いけど自分の手でやってみないと。ああ、勝手にどうぞ。ほら、僕は嘘をついてないよ。せっかくあと一歩のところまで来たっちゅうのに、このままここに閉じ込められるん？諦めないで攻撃を続けて。 UFS を使って全力で挑みましょう。全力で戦う。はい、隊長。おい、これはこれは、なるほど、ムーンライトスローンの技術をベースにして派生した崩壊エネルギー転換装置。面白い。計算はまだ完全ではないのか。仕方ない、人類の知識には限界がある。もうやかましいわ。黙ってくれへんかな。カロル、集中して。君のパンチを当てにしてるんだから。驚いた。そういう可能性もあるのかい。どうやら計画に細かい調整を入れるのも悪くないようだ。何しろ時には即興も必要だからね。え、月の輪が光ってます。何これ。体が軽い、力がどんどん湧いてきます。全力で戦う。聞いとる。純枕を通して手応えを感じたで。
次はこのデカブツを沈黙させないとね。天井の人ルケニ討伐任務の最終段階を始めます。ウォーミングアップの代わりにさせても、この巨大な体がルケニの本体じゃないなら、いくら攻撃しても力のものね。悟空番将が話したルケニの死に方、先ほどの破片と似たような部分を見つけないといけません。その通り、手分けして探しましょう。あなたとキャロルは上を、ルケニの頭部をお願い。大丈夫、行こう。ティミドとライルは下方での捜索をお願いします。はい、任せて。メイレイさん、ええ、真ん中は私たちが担当しましょう。天井の人の企みが何だったとしてもここで阻止する。身体を見つけたよ。はい、さよならの時間だ。始めます。今だ。わかりました。はい、は承知した。さっきの異空間にあった破片と同じルケネの身体や。チャンスや、先輩、行こう。ルケには？奴が作った空間は消えた。それにさっきの大爆発。ええ、私たちはルケニに勝ちました。先輩、うちらちゃんとやったで。任務をクリアしたし、仲間を一人もほんまにできたんよ。ええ、よく頑張ったわ。あなたも、それから第二小隊のみんなも。隊長、メイ隊長の言う通りです。みんなよく。だけどまだ気を抜いちゃダメね。急いで情報を司教様に報告しないと。特に天井の人。同感です。天命は直ちに防御計画を立ち上げないとなりません。それにルケに奴の状況で、でもこれでやっとセントフォンテーヌの皆さんは家に帰れますね。あ、その前に。まあまあ、そういう後片付けは他の招待に任せなよ。一番肝心な部分は僕たちが何とかしたし、数日は休みをもらえるんだよね。あんた油断はできひんて、ブローネ隊長が言うたやろ。まあ少し休むくらい平気やと思うけど。先輩、ティミド、うちや、あの、ティミド、アテンマ城、アテンマ城がまだそこにあります。空に放たれた光は消えてません。ああ、
空を覆うほどの空洞。いえ、空洞ではありません。あれは正門、星の扉です。黒板章が言っていたのはこれのことなの。ルケニを倒したのに。おそらく私たちは一歩遅かったのかもしれません。扉はすでに開く。じゃあ扉の向こうは。肝心なのは繋がってる場所ではなく、あれを通してここに来ようと。直ちにテレサ司教に連絡をしな。相手がやってきます。天命司教、テレサ・アポカリプス、これより特戦隊員全員に緊急指令を下す。セントフォンテーヌ脅威レベルをもう一度引き上げる。これは大崩壊以来我々が。天命の戦士たち、世界の平和は再び我々に託されたわ。全小隊直ちに戦略的配置を発表する。まずはセントフォンテーヌから最も近い隊長、第三小隊連絡が。最後に私もセントフォンテーヌに向かい、みんなと一緒に戦うわ。警戒を緩めないでください、隊員。隊長、僕の月の輪が昨日からずっと振動してるんだけど、どういうこと？あ、私もです。ほんまや。それは月の輪のデータ収集がもうすぐ完了するという通知です。言い忘れていました。セントフォンテーヌに来る前、月の輪が実戦に投入されるのは今回が初めてなので、使用中月の輪は使用者のデータを自動記録します。集めたサンプルデータが十分になると、月の輪の出力は使用者の身体状況に合わせて調整され、完全に新しい機能というわけではありません。月の輪の隠し機能、位相的限界領域です。はあ、つまり月の輪がブルブル言うとるのは。その通り。データ収集が完了すれば、その後私たちは理想的限界領域をアクティブ化できるようになるということです。かっこいい。最終進化した感じやな。魔剣新規でアラハトが新しい力を解放したみたいに。じゃあ隊長、僕たちは何をすればいい？機能が解放されてないということはデータ、ええ、必要な月の輪に保存されたデータをもとに博士たちは模擬作戦装置を作りました。その装置を使えば私たちは以前遭遇した敵と再び戦うことができます。敵を一気に倒しましょう。それが戦場に到着。この道は前にも歩いたような、気のせいか。了解。わかった。了解。現在月の輪のデータはまだ完全ではありません。特定の敵を再現したい場合、指定の模擬フィールドで
敵たちが残した痕跡を集める必要があります。月の輪に保存されてるのは遭遇したことのあるですが、気をつけてください。戦闘中に怪我をしてしまったら実戦と同じように大変な思いをしますから。その通りです。それに失敗すると。分かった、敵を一気に倒せばいいんだよね。ですが敵がどれくらいいるか分かりませんよ。どんだけ来ても全部うちが倒すで。いいですね。その真相はまだ解明されてない。油断は気持ちよ。この場で待機、少し休みましょう。改めて出発よ。真相はまだ解明されてない。足元に気をつけて、警戒するように。休みましょう。戦場に到着。了解。分かった。現在月の支点月の輪にですが、戦闘中に怪我をしてしまったら。そのと分かった。どうだけいいですね。了解。分かった。こいつは最初の擬態怪物だったよね。ここまで再現できるとは、天命の技術。そいつ、先輩に擬態した怪物を再現したんかな。それとも擬態怪物を再現してから先輩に擬態してもらったんかな。どっちかわからんな。擬態怪物がどう擬態を実現させたのか。ですから単にアニムスと命名された敵を。なるほど。この場で待機、少し休みましょう。加勢する。目標地点確認。改めて出発。
真相はまだ解明されてない。この怪物、名前は女帝だったよね。その名前、また先輩が考えたんやろ。先輩は従者を召喚すると確か。敵には能力が分かったなら戦いやすいね。始めようか。この場で待機。発生する。Gila, tadi si Admon narik gua, nyuruh carry bini dia ya di CS. Bangsat, itu main berlima. Cuma yang main serius cuman gua, itu yang lain pada nge-simp anjing. Gila, pinggang gua pegel. Pegel lah. Gila. Gua match yang 40 kill, gua yang lain 20 ke bawah. Ntar itu akun Discord-nya si Atmon bajak sama bininya dong. Bajak lah. Hai. Gak ada ini cuy. Udah gak ada privasi si Atmon lah sekarang. What the hell? Serius? Oh boy. Sangat mengerikan ya cuy. Atmon sepertinya. Kekuatan cewek itu mengerikan cuy. Di Danzo tuh tadi nggak ada suara. Ada, tetap ada. Tahu jauh kan yang gitu, Danzo kan hilang sekarang. Ditinggal AFK anjing. またこの嫌な男や。ふん、今回も思い切り殴るで。隊長からこの男に関する噂を聞いたけど、再現されたデータならそんなに怖くない気がする。データ収集はほとんど完了しました。今から理想的限界領域のシミュレーションをオンにします。これは最後の敵であり最も危険な敵。あ、はい、やろう親友。今回はOh my god. Bentar, itu PC-nya si Atmon berarti bininya yang pakai sekarang. Oke. Yeah. Bukan Atmon ya? Oh my Bukan. God. Gimana ya? Itu PC mimpi basahnya setiap gamer sih. Gua sebenarnya bisa build. Tapi berarti cuan gue per minggu makin dikit kalau duit gue pakai buat bikin PC. Belum lagi listriknya tambah serem sih. Iya, belum lagi ongkos listriknya, dan belum lagi gue mesti bayar listrik sendiri di rumah ini. Kayak gini, soalnya gue udah menyalain AC kan ya. Bapak gue sampai bilang. Makan tuh. Sampai bilang, iya, pokoknya tapi bayar segini per bulan. Kalau lebih dari itu kamu isi sendiri ya. Gak apa-apa ya. Yang penting gue nggak ngelotok anjir jerawat gue. Masalah gini, Pil. Gua kalau berjam-jam gak ada AC,
Jerawat gue langsung melotok gara-gara muka gue berminyak. AC bikin ini ya, nggak berminyak ya ternyata. Lo nggak pernah di AC? Ngaruh itu ngaruh. Tergantung juga apa kebiasaan juga sih. Iya sama itu. Karena si Dapin mungkin udah terbiasa di AC, makanya harus gitu. Gua masuk Indomaret aja Pin, pengen buru-buru keluar nih. Kedinginan. Iya, berarti emang beda kebiasaan gitu, Pil. Iya. Kulit lo orang miskin berarti, Pil. Aduh gitu. Biasanya kipas aja. Seriusan gua juga kadang gitu, Pil. Gua kena AC lama-lama juga enggak kuat sebenarnya. Kipas the best, Bang. Iya, kipas the best aja. Lu tahu enggak, Pin? Gua orang paling cepet yang masuk mesin ATM. Gitu ya. Karena bisa mati kedinginan anjing dalam. Gua kalau diajak main ke rumah temen yang ada AC-nya, gua gak pernah mau. Tapi gua baru tahu kalau ternyata AC bisa bikin kulit gak berminyak. Ya tergantung lu aja, Cok. Kulit lu kayak gimana, Cok, kebiasaannya? Mungkin kulit orang Cina doang, Cok. Kan enggak tahu juga. Kan juga ada kan, Bil, orang yang gampang cepat berkeringat gitu. Dem. Senpai, nanka yō demo aru? Bitrate-nya si kobokan ini, Cuk. Jelek anjing. Bitrate OBS-nya. Ini lagi si Atmon, besok kiri lagi ya, Pin. Pala kau. Pusing tuh. Pusing lah. Si Atmon lagi itu, Cuk, lagi rotasinya lagi demen main CS, Cuk, itu. Bininya. Iya. Ya kapan anjir Atmon main CS? Waktu itu sempat gua ajak sekali, dia enggak bisa main. Makanya lagi rotasinya lagi demen CS itu, Cok. Bang, mau nanya, Bang. Apa tuh, Bang? Enggak, Bang, pergi lu, Bang. Anjing lu. Dicoliin orang batal enggak, Bang? Hah? Niki enggak, Bang? Ya kan ada teman. Tadi kan lu bilang, Bil, kalau coli enggak batal puasa, Bil. Siapa gua bilang, anjing? Itu postingan lu. Lu baca baik-baik, anjing. Dibaca itu dicerna, bangsat, bukan di. Iya kan gua astaga. Makanya gua nanya, Pil. Dibaca anjing, gua tulisnya kayak apa anjing? Dibaca. Iya kan postingan. Kan aku gua baca postingan lu, enggak baca caption, Pil. Bodoh amat tadi. Bodoh amat gua mau tanya apapun gua enggak jawab anjing.
Aku marah, Pil. Kan gua nanya, Pil. Enggak mau. Jelek lu, anjing. Ini si Napil kok udah kayak cewek sensian ya, anjing. Tahu, kan gua nanya. Gimana sih, Pil? Kan ada ustadz yang bilang boleh, berarti kan dicoliin boleh dong berarti. Benar enggak tuh? Enggak, Bang. Sat. Gini kan ustadz udah bilang boleh nih, pendeta bilang boleh enggak? Nah, kalau dua agama approve, nah boleh berarti. Masa jauh-jauh ke pendeta, Pin. Masalahnya bukan circle ya. Gimana ya jelasinnya? Di dalam server kita sendiri itu pendapat ada ribuan dari semua ulama-ulama. Enggak usah jauh-jauh ke agama lain. Apa berusaha menciptakan life hack, anjing. Sebenarnya itu captionnya belum selesai di bawah itu kan ada di postingan apa Ustadz Yazid itu ada lagi di bawah. Tapi dia menyangkal bahwa lu coli aja itu dosa, anjing. Gak usah di bulan Ramadan pula, anjing. Lu coli aja dosa, gak dilihat sama Gusti Allah, anjing. Orang yang gak dilihat sama Gusti Allah di padang mahsyar, dia bakal mencair, bangsat. Makanya lu gak jelasin, kasihan orang yang gak baca caption, Pil. Ya bodo amat, cing. Gue yang penting udah gue ketik kok. Gimana ya, orang bodoh itu orang yang gak mau membaca sebenarnya kan, bukan apa, orang kayak, yang ini. Soalnya kayak kasus itu, Pil, yang lu nge-share tentang tidur tuh, Pil. Nah, gua ada pendapat lain, Pil. Gimana? Kalau pendapat gua tuh kan puasa aja dianggap ibadah tuh karena apa, Pil, ya? Rahmatnya bulan Ramadan loh, Pil. Tapi dengan konsekuensi nggak ngelanggar sholat, nggak ninggalin sholat. Kalau yang gua maksud nih orang yang kayak Ilham. Jadi tidur jam 6 pagi, bangun jam 6 sore kayak gitu. Kalau yang gua tangkap dulu belajar tuh, takin rahmatnya bulan Ramadan tuh lu tidur aja dianggap pahala gitu loh. Yang penting enggak ninggalin sholat. Tapi tetap aja hitungannya kayak lu cuman tidur sholat, ya? Tidur sholat, tidur sholat, buka itu ya aja lu orang rugi, Cuk. Rugi. Iya, rugi. Kan ada ibadah yang lebih banyak gitu loh. Kan tapi dianggap di bulan